はい、どうも、こんにちは。最近、パズドラのマックス村井の会社で働いてる、コウスケさんいるじゃないですか。コウスケさん結構、めっちゃ仕事してるよね、ほんとに。なんか、パズドラ、サタンパーティーで挑むみたいな動画見てたんだけど、めっちゃ顔が疲れてさ、マジで、アップルバンクって結構、人働かせてんだなと思って、長時間。コスケめっちゃ働いてんじゃんと思って、これ、ほんとにめっちゃ顔疲れてるなぁと思ってね、びっくりした。ほんと、精神的に病まなきゃいいんだけどね、ちょっと心配だよね、ほんとに。果たしてね、やっぱりアップルバンクって結構、やってることでかいじゃん。YouTube の動画も上げなきゃいけないし、ホームページも更新しなきゃいけないし、自分のアップルバンクのホームページ。もうあのサイトってめちゃくちゃでかいけど、多分すごいと思うんで、あとアプリも開発してるし、なんか会社の規模に比べて、やってることは結構でかいから、やっぱり、あれでもね、一人一人の社員に課せられる仕事の量が多いんだなと思って、アップルバンクは。やっぱすげえ、ちょっと、コスケさんすごいね、コウスケ、すごいね、ちょっと、人生苦労してるんだなと思って、やっぱ YouTuber って、本当YouTuber ってやっぱ大変なんだなと思ってね、会社に所属しながら働いて YouTuber として頑張ってるコウスケさん、本当大変だと思う、俺は。そう、本当ね、びっくりした、本当疲れ果ててるもんね、顔が、やっぱりパズドラ動画撮りすぎて。結構動画投稿も激務なんだなと思ってさ。びっくりした。俺は本当にびっくりしちゃってね。やっぱアップルバンク、あれだよね。やっぱりマックス村井がいるか、いい会社じゃんと思うけど、やっぱアップルバンクもやっぱ中小企業なわけじゃん。ってことはやっぱり社員が少ないけど仕事の規模はでかいから、本当に働かされまくってんだなと思って。コウスケ、ちょっと大変だなと思ってね。ちょっと、びっくりした。動画見てて。そう。本当にね、ほら、アップルバンクの社員さんには本当に頭下がりますわ、本当に。パズラ動画でみんな人気を博してると思う、博して、楽にお金儲けしてると思う、しやがってと思うけど、正直やってる仕事の量は本当すごい大変だと、毎日毎日2時間ぐらいのパズラ動画を撮って、そして編集してアップロードして、ほんときついと思う。で、その後ホームページも更新してね、アプリも作っても、それすべてやらされてる社員さんってすっごい大変だと思うんだよね。アップルバンクの仕事業はほんと半端ないと思う。もうほんとびっくりした。多分仕事めっちゃしてんだろうなと思って。